皆さんどうもこんにちは。その日暮らしスマもです。今日はセラームーンの映画の後編を見てきたので、それの感想を言いたいなと思います。まだ見てへん人とか、ネタバレは見たくないよって人は、あのこの動画は見ない方がいいと思います。で、これもらいました。だから特典的なやつ。後編のイラストが、まあ、 いい,いい感じやなって <laughs>、まあ、裏はなんかこういうなん,かなんかカード出すみたいなやつ昔結構私が子供の時にセーラームーンのカード出すってあってめっちゃはやってなったなって思って覚えてますなんかそれをした時期とかにしててもうセーラームーンってほんまにすごいもう色もう思い入れがすごいですね。やっぱり 5歳、私が多分56歳の時から始ま漫画とかが始まってアニメが始まってもめっちゃすごい大人気で、まあ、社会現象になるぐらいの人気やってまあ大人になってからもやっぱりいろんなリメイクリメイクなんかそのまだやっぱり人気の作品でいろいろメディアが展開してて。 で今度「セーラームーン」展も東京でしかやってへんかったやつが全国に周遊しますって、まあ、関西は来るんかまだわからないんですけど、まあ、多分来てくれると信じてて「もうセーラームーン」はもう永遠に愛される作品だなっていうのはめっちゃ思いました。で映画の感想は、まあ、普通に 普通にあの私原作の漫画持ってて、まあ、ちゃんとその原作通りにちゃんと終わってくれたってところも、まあ、すごく良かったです。であと始まる時にセーラーーラスターソングが流れましたですやっぱり「セーラームーン」の歌といえば「ムーンライト伝説」なんですけどあの前の古いアニメの方は「えっと、セーラースー」 スターズの時だけ「あのセーラースターソング」っていうオープニングがあったんですけどあの歌も結構すごくよくってセーラームーンの歌って全部すごく好きなんですけどやっぱりあの歌が流れた時はすごく感動しました前編の方では「ムーンライト伝説で」で後編ではそのセーラースターソングが流れてましたはい であとセーラームーンコスモスってやっぱコスモスがついてるだけに「コスモス」のが出てくるんですけど「でセーラコスモス」っていうのはあのセーラームーンの最終形態みたいな感じなのでまあ言ったら「セーラームーン」の「セーラームーン」なんですけどか声優さんが発表されますってツイッターで見て。 私はてっきり「セーラーコスモスは」は三石琴乃さんがやると勝手に思ってたんですけどなんか後で発表しますってツイッター見ててあれ改めて言うもんなんかなって思ってたらあの北川景子さんが「コスモス」の声をされることを発表されてびっくりしたのはびっくりして。 でまあ結構ツイッター見てたら結構なんか「えー、なんで三石さんじゃないの?」みたいな「セラムーン」の最終形態なんだから「セラムーン」の声優さんがやるもんじゃないのみたいな感じで割と結構ツイッターの中であって、うん、私も結構そう思ってた節があったんですけど、まあ、ちょっと。 まあその、うん、思ってたけど、まあ、実際映画を見ながら見てたら、まあ、結構まあまあそれはそれで良かったんちゃうかなっていうのは、まあ、ありました、まあ、そもそもセーラームーンもやってるしちびちびの声もやってるしあとクイーンセレニティあネオクイーンセレニティの声も 三石さんやっててもすでに三役三石さんがやってるから「コスモスの声」がもうやったら4役になってしまうからそうしたんかなって思った節もあったんですけどなんかやっぱり三石さんがやってる方がいいなともやっぱり思った次第ではございますで。 北川景子さんって確かその実写版の『セーラームーン』のドラマでマーズちゃんをやってた私はあんま実写版は見てなかったんですけどでもそのドラマの方のアニメを橋渡しするためにまあそういうキャスティングしたんかなって思ったりもしました。そ、まあ、それはそれはで まあ、作品としてあの「コスモス」の声優でもすごく合ってるといえば合ってたからまあい,いいと思いました <laughs>、はい。であとそうで最後なんですけど、まあ、エンディングがあってで最後にうさぎちゃんとマまもちゃんがちゃんと結婚するとこまで。 書いてくれてて、く、ま、れ、あ、前の旧作のアニメは多分そこまでやってへんかった気がしてでこの前 YouTube であの春ぐらいからこの前ぐらいまでそのセーラームーンの,その第4期と第5そのデッドムーンサーカスのと話とあと今回の「ギャラクシアとの戦い」のまあ4部と5部のアニメを YouTube で毎日 やってくれててくれ、まあ、私見てて結構「セーラースターズ」の話あんまちゃんと見てなかったんですよ。でだから結構見れてよかったなって思ったしちょっとあので原作ではそのあの敵キ,キャラもレテッドでも・ネモ ネモ,シネモナジャラってが出てこらへんかったかなって思ってなんで今回の「セラムーン」はちゃんと全キャラセラーもう本当に原作どおりにちゃんとやってくれてあよかったなって思いましたで最後あそうで結婚式で本当にもう本当にもう原作どおりの最後のページ と同じように終わった後にあとに、まあ、竹内直子先生がメッセージを書いメッセージを直筆のメッセージを書いてくださっててで最後に多分私は書き下ろしやと思うんですけど竹内直子先生のめっちゃ綺麗なイラストが出てきてもう本当に胸熱でした。 でやっぱりセラムーンの私が好きなところは原作の本当にイラストが本当に好きすぎて <laughs> あ,のあのカラーもう竹内直子先生のカラーが本当に好きで好きで,でもうイラスト集とかも欲しいんですよ。昔その仲良しをを買ってた時ににカラー綺麗 と切り取ってまあ飾ったりポスターとかあったらめっちゃ飾っててもう本当に先生竹内直子先生のイラストがもう美しすぎるもうそれを見れただけでもすごく良かったなって思いましたやどう話の内容も結構原作の方って結構難しいんです意外にセラムーンって原作難しくって。 結構その昔のアニメは割と子どもが分かりやすいように結構改編されてるんですけど結構原作のアニメって結構難しい面もあって私も大人になってから何回か読み直したら意外にその残酷なところもあってで戦いが終わらないみたいな。 下りがあってあなんかその大人になってから、うん、なんかその話がちょっとしっくりきた面があって確かに戦争もなくならないよねっていうのをなんかちょっと思ったりもして、まあ、光あるところに闇があるみたいな話があってまあ、セーラームーンって。 話もすごい壮大まあほんま壮大ななって思ったでまあ漫画も見直したいしアニメ新しい本のアニメも1話からまあその「ダークキングダム」の話から見直したいなって思いましたで私結構その私がセーラーム昔ハマってたのがその の小学生低学年からやってでだんだんそのあの10歳ぐらいになってくるとセーラームーンを好きっていうのを恥ずかしいって思ってた時期があってでそれでなんかセーラースターズをちょっと見てなかった時があったんですけどあなんか大人になってから。 自分が好きなものをすごく好きって言える世界がすごくいいなって思いました今 YouTube やってて、まあ、Twitter とかいろんな SNS を使って自分が好きなものの発信をしてたらまず仲間が増えてきてあ好きなものを好きって言えるこの世界がすごく素晴らしいなっていうのはすごく思った。 ですはい、まあ、今回私の「セーラムンコスモス」の感想でしたまあ皆さんもよろしければ「セーラムンコスモス」見てみてはいかがでしょうかはいあグッズとかも買いたいって思ってたらもうちょっとやっぱ23公開してから23日経っちゃってて 売店も何も売ってあのほぼ何も売ってなかったので、もうちょっと節約も兼ねて何も買いませんでした。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。バイバイ。